エリザベス・ガートルード・ブリトンエリザベス・ガートルード・ブリトンはアメリカ合衆国の植物学者、戦隊類の研究者、教育者である。夫のナサニエル・ロード・ブリトンと共にニューヨーク植物園の創立に貢献した。ニューヨークの家具工場主でキューバのマタンサスで砂糖栽培を営む家に生まれた。幼少期にはキューバで多くの時間を過ごした。ノーマル・カレッジを卒業した。 カレッジの職員となり、1879年に、トーリー植物クラブに入会した。1881年に、植物クラブの開始に、最初の論文を寄稿した。1883年に、仙体類に関する論文を発表し、ウィスコンシン州のエビゴケ科のユスティキアムのオベジェカムを、採集し、その生活史の解明に貢献する論文を書いた。百八十五年に、 コロンビア大学の地質学の助手のナサニエル・ロード・ブリトンと結婚した。結婚後の1888年にイギリスのキューガーデンへ旅し、ニューヨークに同じような植物園の設立を着想した。夫妻は募金運動を行い、1891年にニューヨーク植物園が設立されると、夫のナサニエル・ロード・ブリトンが初代の園長に就任した。エリザベスは、 ニューヨーク植物園の戦隊類部門の名誉、学芸員に任じられた。サリバンコケ類協会を設立し、これは後にアメリカ戦隊類ル一類学会、アメリカンブライアロジェクルライカナロジェクルソサイティに発展した。1902年には野生植物保全協会の設立者の一人になった。1881年から1930年の 間に170篇のコケ類の論文を含む346本の論文を発表した。千本語家目、ヤリカツギ科の俗名、ブライア・ブライト・トニアに懸命されている。ランカのポンティエヴァ・ブリトナへのタイプ標本を採集し、ブリトンの名前が付けられた。E ・ブリトンは、植物の学名で命名者を示す場合に、エリザベス・ガートルード・ブリトンを示すのに使われる。ありがとうございます。